く。うん、辛いわよ。何？急にどうしたの？言いたくないわよ。心読んで師匠、さてさて考えていることは、だんだん見えてきたわね。10年前は BS じゃないの？いいんだなんて信じないわよ。10年前は BS かんでしょだー。は？しゃげるわ。あんたそんなこと悩んでたのね。そうなんだよ。前の知人だよ。これからのもんで。何してたのよ。は？は？大体あんたはどうなのよ。何がよ。10年前は何だと思ってるわけ？そりゃもちろん、ね、スーパーマリオブラザーズでしょ。それ発売日2006年の BS よ。今が2024年だから、18年前なの。悟りは大ダメージを受けました。しばらく猫みたいです。私も猫みたい。というか10年前のゲームって調べてみたけど、妖怪ウォッチとか、マリオカート8とか、穴と雪の女王とかがあるわね。確かにそうね。妖怪ウォッチは2014年の1月8日にアニメ開始だし、マリオカート8も2014年5月29日発売。穴と雪の女王は2014年3月14日に公開してるわ。時間の流れ早すぎない？確かに。受け入れていこうか。そうだな、それが一番だ。それが可能だぜ。さて実況するか。OK だよ。スプラトゥーン頑張ろう。はい、今回は鉄をやってきます。お題は確か1日貸し切るなら宮殿 vs 遊園地 vs ビーチだったかな。お姉ちゃんたちは何を選んだの？私たちはもちろんビーチかよ。あんた日光で灰になるのにね。吸血鬼だから。日焼け止め塗ればいいのよ。これで全て解決だわ。砂浜の一部になってください。フランさん、縄張りバトルなので気持ちのみしてきます。堂々と突っ込んで。でもしなさいよ。他色の認定がある。力を全部詰めてるだけじゃねえか。納豆のように涙が見つけてんだよ。例えば潜入。あんた説明してみなさいよ。納豆は大豆を発酵させたもの。気持ちの見つけします。会話の意味がわかりません。いつも通りだよ。アッショケンさんはここまでブラウザバック推奨です。スプラトゥーン実況なんてしないので。他の実況者の方が実況してるよ。ちょっと視聴者さん待ちたまえ。ブラウザバックは早すぎると思わんかね。再生回数。うつ虫に大ダメージ。低音攻撃が一番です。でもそれ私たちには関係なくない。うつ虫じゃないわけだし。確かにそうかも。全然撤回するわ。視聴者さん、ブラウザバック来てる。ゲームの方からブラウザバック。タイミングバッチリね。みんな、どうしてるか忘れる。次の試合行こうか。あ、そうしよう。なんで自分がラメレジルくれるん。気を取り直して試合に参りましょうか。世界縁の人多くない？ S の最終日までしなかったからね。当たり前だよね。他の人は初日からしてるのに。だが勝敗とは関係ない。勝敗と勝負は関係ないんだ。そうかもだけど、小石が呆れた目で見てるわよ。わぁ。きっとお姉ちゃんは、S を最後にしかやらないから、祭りでも花火だけ入れればいい人なんだね。お姉ちゃんとは祭り行かないよ。悲しいの、ひまひまにひまひま。やはりちまちまは全てを解決する。リッターを持つ天職に。これからはちまちまに言えるかがうまくないくせに。今気がついたんだけどさ、プロモデラーさんに言えない。3年後の日々ですな。さすが別に伝わっていたら、私はうまくないのでちまちま塗ります。クランちゃんの言葉結構聞いてる。聞いてる。相手がピンチよ。ピンチなの？もうすぐに。運を試していいから。ナイスかカノンで会話できるから。そうかさ。いきなりモルス信号とかおバカちゃん。仕方ないでしょうが、妹のドローンに相手は頭の強かったのよ。うん、わかる。すっごくわかる、その気持ち。あなたも同じだったのね。え、そうよ。何を見せられてるの？理解できないもの。よく理解できたよ。さあ、嘘もたまった。バックソナー投げたのです。バックソナーよ。何それ。いつになったら正式名称覚えんのよ。戦争上に異変が起きた時かな。お前だって主人公。私は女の子なのよ。ヒロインと同じヒロインと。女性の主人公になれるからな。一泊が私レミア、ヒロインと主人公を両立してます。おかしくならないで。原作でボスになっただけだろ。ゴーマ教の高校自身で主人公だから。それだと昨夜も主人公だぞ。実況しましょう。昨夜の力すごいわね。近畿の存在なんだよ。裏声圧的な宮崎さんだけど、昨夜はただね。耐久力と忍耐力が異常なのよ。泳ぐでしょうか。帰れ、今すぐ帰れ。あなたの後ろにマジカルタ。こっから実況よ。でかい今ノーカットで進んでる。ノーカットで進んでるね。実況そっちのけで話してるからな。いいじゃない、実況そっちのけで。そうそう、雑談でもいいんじゃない。こっから実況よ。録音データありますが、いいのバレできないわね。まあ私は最初から実況する気なんてなかったけど。お姉さんも近寄らないで。冗談だから、そんなことを言わないで。もう実況するしかないわよ。了解よ。それで何話す？冗談確認開始。まるに戦っていました。以上。他には？悟りはどうなのよ。なんか景色綺麗だなって思います。実況の字すらないね。またまた異常な実況動画だからな。だったら編集すればいいのよ。話す内容があれば話せるわ。それだわ。こっからカットを挟んでちょうだいな。敵が見つからなかった、使いました。味方がどんどんやられてないですか？
ケバットンです。これはちょっとまずいね。28個飛びそうよ。あの時はカレンダー落ちのね、3対1だけど、どうにもなりませんでした。7個飛びが落ちます。残り10秒ほどですが、こっから何するの。無理もよ。無理武器じゃないリッターで花火玉投げてみるのよ。花火玉が切れました。なんとか結果を押さなきゃ、倒してみらなきゃ。諦めて大福食おうぜ。お姉さんは黙って。だって残り3秒で、残り3秒しかないのに。大福をしてみるのよ。1人でも多く結果押せばいいだろ。ああ確かに試合終わったけどな。なんとも言えない結果ですな。はい、次行きましょう。次1戦目はウォーミングアップよ。これから実況開始なのね。期待してないから。うん、実況したら異変だよ。信頼性マイナスね。なんで嬉しそうなんだよ。言われてみればそうかも。期待されてないのよね。期待されてない2戦目行きましょう。どれを反転させんのよ。天の弱かな。大丈夫だね。そんじゃひっくり返しましょう。字幕もひっくり返した方がいい。こんな風にさ。これは新しい実況対応。音声だけまともでは忘れて反転。ブラウザバックランチャー発射準備。それか物理的に壊すか。ドーンの用意は完璧だぜ。はい、元に戻してやりましょう。気持ちも塗りましょう。ポイントともでやー実況なんてできないからですね。いいだろうが終わってるお姉様です。カットしたのでポップソナーを投げましょう。そのままお姉様たちに任せます。実況で任せろ。カット返してないからいいです。キャプテンだけでいいです。いないのと変わりなくないですか。実況するの。実況してこの動画を異常にするの。そしたらいない方たちも期待してくれるわ。異常ってこの実況いっとこまでいったな。それがこの実況の強みだよ。実況なんてしないのが。ゆっくり実況のハッシュタグ消そうか。無理な量が実況してるわよ。常にしろや。それは無理ね。自信あるわ。気が気のあるなバカーね。情けないわね。私が実況してやるわよ。まあ私は最初から実況する気なんてなかったけど。声つけて実況できる。冗談ですから。冗談だから真に受けないでください。じゃあプロの実況レベルでお願い。どうしたのサトリ。私はもう終わりだ。ですが最後の実況になる。その前に最後のコツ。実況開始。ちょっと待てやー。プロの実況だぞ。プロの実況だぞ。知識も資格も持ってねえんだぞ。大きい後ろから検出させられてるんだぞ。冗談なだけでしょ。普通に実況すれば最高実況あるよ。最悪の状況じゃねえかタイムリミット過ぎました。お姉ちゃん終了です。気がつけばボロ勝ちだな。いつもお前そんなことに発砲だから敵だったわね。私に任せなさい。カレンに捌いてみせましょう。カツオ、マグロ、何の魚捌く。イカサタコ捌きます。捌くな倒せ。実況してよね。もうどうならゲットだ。相手を倒してボコボコにしてやるよ。手は何をすればいいのでしょう。敵倒す。以上。本当にどうしようもないな。この敵を倒すんだ。実況はひどくなる一方だが、確実に上手くなってるんだよな。昔と比べるとね、リッターをバットにしてたもんね。なんか逆転されてます。みんなわかりません。誰もわかってないと思うよ。なんとなくこうなったとしか。ホット敵だからすぐ今かな。踏んで倒せたので OK です。もう一人はちゃんと倒しましょう。はい、倒しました。6割果たしたので、ホットボックス食べます。最後で台無しだよ。エミリアの失態を見るわ。というかこれは終わってます。陣地が見られなくってます。あー、無理だ。ほんで、こんなこと言ってる場合じゃねえ。見られば、見つけ固めば。熱を固めばでっていうことがありそう。バーじゃないから。そもそもその発想にならんだろ。残りの分はさすが。ポップスナーを一番上がってからの鉄砲に行きまくって結果を出れば OK。ここに分もいます。と1番でした。でも試合には負けるのよね。知らんな。個人の結果が全てではないのだよ。名言言ってるみたいだけどさ。味方任せやったって言ってない。毎試合ごとに毎回言わないでくださいさ。3戦目行きましょう。今回は味方任せにならないように。でも味方強いと前線上げやすくて助かるのよね。あんた弱心なだけでしょ。戦術と4番か戦術と2番目で投げないだろう。倒せばいける。問題ない。その倒すができないのよ。気合い入れてやってくぞ。味方の風になりそうだね。毎回だもん慣れた。そんで今回も気まぬり戦法。気まちまぬり戦法よ。間違えないでちょうだい。どっちでもいいだろ。それはどうかん。気まぬりまちまぬりと絶対関係ないよ。絶対全然仮定するつもりない。どうでもいいから実況ボイコット展開。実況をしてほしいけどね。この気まぬり中は何話すのよ。国民はどうやって生まれたか。その国民を整理しましょうか。勝手に生まれた。それで終わりです。こうなると知識って大事だね。うん、あ、そうだな。フランちゃんぼーっとしてた。いやどうせ変な話するだろうから、タンポポのための数を数えてた。せめてゲーム画面は見ようか。今から見るよ。塗ってない場所も丁寧に塗っていきましょう。小さな違いが大きな差を生むのです。味方にも丁寧に塗ってあるね。味方と張り合うな。敵と張り合え。スペシャル溜まったけど、かつての味方しかいないわ。無駄打ちスペシャル、やっちゃったんだね。まだやってませんから、これからかもしれないけど、まだやってませんから。やる可能性あるのかよ。了解でも椅子はあるものよ。心読まないでもらいます。悟り了解なもんで。ここ無理をあれば、私たちも戦争開始よ。で、どっちもちも無理さえ当たれます。この間まで昇格戦三昧だったものね。無限に A プラス停滞かと覚悟したわ。でも今は S なわけだろ。S の力見せてよ。スロットを回してね。777が出たら S の力が見れるわ。つまりはその日の調子次第です。翻訳ありがとうございます。だから味方が飲むなんだよ。一回データ消しとく。そしたらレベルアップできるよ。データ消してもレベルアップは無理ですから。なんでこの格好になるの。この日はそうだから。悪魔ダオル、ピアノエルダオル、強度対処しないと意味ないから。ポップソナーを置いたので無性にポップコーンが食べたくなりました。正常的には作れてもいい形してるわ。
理由は正しく、こんなこと言いながら、撤退してるよ、フランさん。お姉様七不思議の一つだな。無意識に撤退してる。それか意識したら急に倒せない。才能開花ってやつよ。頭に花咲くやつよね。財団とスマッシュブラザーズのアイテムだったっけ。時代はバカーね。リップステッキそれ、才能開花はカラクラだよ。バカゲームの能力でもねえよ。なんか撤退出てますな。財団行きましょう。敵の日本一戦まで。妖怪ここに座るわ。何も会話が成立してない件について。会話してたら怖いだろ。そうかもしれない。別の生物だと考えられてます。そもそもゆっくりが別の生物でしょ。確かに、デカ前に行けないんですけど、案の銃壊して下がってます。勇気を出して突っ込んでみない。して終わりだろうけど。結果が分かってて、行くやついねえよ。天使ならまだしもさ。私なら突っ込むわよ。やられた時の快感が、考えただけで最高なのよ。それじゃあ失礼。気にしなかったことにしましょう。いや気にしちゃいけない。プラ君実況に集中するぞ。天使のお金で実況しだすか。始めるはず前に行っちゃう。やっても終了で戻るよ。トルネードしましたわ。ならばホックスマーケット最高。相手と交換よ。みんなにも交換できてないね。すでにまだ問題ないものを。相手のインク見せたらさ、無償にグリーンハワイ飲みたいわ。ハワイは多くないわよ。何なのだよアンコンさん。ほら言った通りでしょ。現状の死にの数でも数えてくる。すべてを投げ捨てないで。味方が鉄と戦ってるわね。援護キャベツと行きましょうか。完全に倒しに行ってたわよね。ステルス機能実装されたか。単純に外しただけでしょ。次は当てるので外したとか正論言わないで。あれは狙ってたのか。いや後ろに下げれたらいいなって。ちょっと嘘発見機能つけてくる。本当だから本当ですから。そして敵が2人探し抜けます。まあ1人倒すんですけどね。3人はバカだけど私全然強くないからな。本音が漏れてるからせめて建前うまく言えよ。残り時間20ぐらいだね。かなり弾は一切投げてないけど。投げ方忘れたぜ。リブ画面が投げた。2つほど弾かれて落ちてますが。これがエイム力。鼻で笑われるレベルのね。刺さるからやめてください。メンタル持ちません。投げれればいいのよ。とりあえず縦花火玉も使い切ったし、10年前の実況みたいだねってコメントされとく。ウプ虫がまたダメージ受けてたな。助けないのんそんなにうれしいよ。こんな答えに編集したんだいたいだろう。何気に一度もやられてないんだよね。これがリッターの力ってやつよ。ガチマッチではきちりまくってるのにな。一体何のことかわかりませんな。小石私結構頑張ったでしょ。結果は頑張ったと思うよ。よし、でも実装してないからマイナスだね。はい、というわけで今回の実況はここまでかな。気になったんだけど、練習エリアが全部塗られてるけどさ、お姉ちゃんたちがやったの。2倍良くなると思いまして。試合くっきのけでやってました。2人は後での刑としてさっさと締めやるぞ。え、基準の刑なの。私たちふざけたばっかりなんですけど。受け入れて諦めて。どうするだよ。頑張ってぬったのに。試合阻止しのけっていう言葉が悪い。だったらなんで私のモチベ食らうのよ。正直気分ビビりだー。お姉様たちがこんな状態ですが、動画を終わりたいと思います。次回からはガチマッチに戻るので、お姉様たちの悪戦苦闘を生温かい目で見守ってください。 S プラスはいつになるかわからないけど、今年が終わるまでにはなりたいので、お姉ちゃんたちを頑張らせたいと思います。そんじゃあ締めの挨拶といこうか。うん、そうだね。ここまでご視聴ありがとうございました。次回もスプラトゥーン頑張っていきますので、応援してくれると嬉しいです。それでは次回の動画も、前向け継続のゆっくり実況、ゆっくり茶番でお会いしましょう。その時までゆっくりしていってね。